Hey, thank you so much for checking out クリスの部屋。今日はですね、LINE で質問を受けたので答えたいと思います。自信のつけ方について教えてくださいっていう質問が入ったんですね。どうやって自信をつければいいのか。で、特に自分はダメなんだとか思っちゃう。どうやってそれを外していくのでしょうか。今日も楽しくやっていきましょう。Woo! All right. まずね、自分を褒めるっていうのをやらないといけないんだよね。で、特にね、本当に申し訳ないんですけど、僕はまあアメリカ、カナダとかで、ね、海外にもいたんで申し訳ない。日本人の方、あのね、自信もっとつけちゃっていいんだよ、ね、自分褒めちゃっていいんだよ、ね、誰かがあなたこれうまいねって言ったら、ね、ありがとうって言っていいんだよ。違う、ありがとうっていいな、な、ね、みんなよくあるのは、ね、もう社会人もそうなんだよ。あ、これうまいですねって言うと、普通の人はいやいやそうでもないですよって言ってそれを信じちゃうんだよね。ダメダメダメ、あなたは素晴らしいんだよ本当は。そして気づいてないだけだと思うんだよ。だから誰かがこれうまいねって言ったら、まずありがとうって言いましょう。で、その後にいやいやでも本当は大したことないんですよって言うね。 Alright。 でね、自分を褒める、自信をつける、メンタルを強くするっていうのは実は同じことなんだけど、どういうことかっていうとね、愛なんですよ。自分に対する愛を知っているか知ってないかで自信っていうのは変わるのね。例えば僕絵描くのうまいとするじゃん。で、自分が知ってるわけよ、ね、で、他の人も僕絵描くのうまいねって言ってるわけよ。で、誰かが出てきてお前絵描くの下手だなって言ったらさ、全然気にしないじゃん。なぜかというと、自分が自分は絵を描けるっていうのを知っているから、ね、だから自分が真実を知っているわけよ。でも人間っていうのは特にメンタルが弱いと、そういう変なことが言ってる人、絵下手だねっていうのを信じちゃうわけよ。で、特にね、僕たちは学校の時から学校が認めてることしかね、なんかポジティブに言われないわけよ。で、文章書くのうまいね、国語うまいね、数学うまいね。で、それで頑張っても塾に行って、で、塾でそういう試験とか合格しなかったらお前ダメだねって言われるわけよ。だからそもそもこういう学校系の教育に対して僕たちは子どもの時からうまくなるようにってデザインされていて、学校では認められてない能力、才能、素晴らしいこと、例えば絵を描いたり歌を歌ったり動画を作ったり人と話したり、ね、スポーツをしたりとか、ね、旅行したり文章を書いたりとかクリエイティブしたりとか、そういう美しい人間の人類に大切なことに対してはまだ学校っていう文化が遅れているから、それがとんがってる人、それが上手い人が学校に入るとお前それだね、ダメだねって先生とかが言うわけよ。 All right。でね、どういうことかっていうと、ここからちょっと話難しくなります。ずっと愛っていうのがあるんですよ。愛っていうのが。で、その愛っていうのはみんなを愛してるわけよ。で、みんなの中に入ってるわけよ。で、真実はね、自分に愛が足りてたら他の人に対して悪いことなんて言わないし、しないの。ね、自分のハートの中に愛が溢れていたら他の人もね、みんな同じだってわかるじゃん。この人も愛の塊で、この人も人生ね、辛くてかわいそうなんだ。で、その人にわざとね、嫌になることなんて絶対言わないわけよ、自分に愛が溢れてたら。だからどういうことかっていうとね、この世の中実はみんな同じなんだよね。みんな同じことを求めてるわけよ。それは幸せになりたいって、ね、かっこよくしてる人いるじゃん、ね、かっこつけてる人、その人は自信がないんだよ。今の自分じゃダメだって感じてるからかっこをつけて、で、褒められたいわけよ。他の人から、他の人の愛から自分の足りない愛をもらいたいわけよ。だからかっこつけてすごいね、かっこいいねって言われたいわけよ。で、本当にね、トラックを運転してる運転手さんから、ね、大和宅急便のお兄さんから、ね、サラリーマンのお父さんから、ね、OL をやってくれてる女性から、お母さんをやってる人から、子供から、赤ちゃんから、みんな愛を求めてるんだよ。で、面白いのがね、僕は多分この世を去ると気づくわけよ。
この世を去ってすごい痛いのがなくなると、あって気づくと思うんだよ。それはあ、ずっと愛っていうのがあったんだ、ね、怖い怖いって思ってたけど実は大丈夫だったんじゃん、ずっと愛はあったんだって思うと思うんだよね。でその時に気づくのが、ごめんね、ちょっとスピリチュアルな話になって難しくなっちゃうんだけど、right. 人間っていうものは2種類のコミュニケーションしか取れないって気づくと思うんだよね。それは愛を出している場合、愛を演出している場合、ね、例えば困ってる人がいたら大丈夫ですかって、ね、こうやったら良、ね、くなるよって、ね、食事食べてとか、ホームレスの人に、ね、食事食べて、それを愛を演出している、ね、お母さんが子供に、ね、話している時とか愛を出している時、ね、子供がお母さんに向けてお父さんに向けて愛を出している、子供たちが遊んでいる時、もう愛自体を演出している時、もう一つのコミュニケーションは愛が足りないよって言ってる時なんだよ。愛が足りない時、愛が足りないと人は怒るのね。愛が足りないと人は人に傷つけるの、ね、なぜかそうなっちゃうわけよ。でロジカル的に考えたらあんまりスマートな選択じゃないんだよ。なんかうまくいってない、仕事がうまくいってない時にね、上司から怒られましたと、会社で、でクソシェーとか言うわけよ。で自分の部下に対してもっと当てるじゃん、ね、でもそれロジカル的に考えると意味ないわけよ、ね、ロジカル的に考えたら、あ、こうやって怒られて今僕傷ついてんだ、ね、自分がうまくいかなかったって思ってるんだって、そう思って、いやじゃあどうしようかって相談すればいいわけよ。でも普通の場合は怒られるとクソってなって他の人にそのエネルギーを当てるわけよ、ね、だこのエネルギー、ネガティブなエネルギーっていうのは動いてるんだよ。で特にこのネガティブのエネルギーが子供の時に子供に当てる、ね、子供に当てちゃうとすごい深い傷がつくわけよ。で特にね、お前はできないとか、お前はやっぱりダメだとか、そういうネガティブなエネルギーがバーンって当たっちゃうと本当に子供はそれを信じちゃうわけよ。でもそれは真実じゃないんだよね。それが残っていると大人になってもやっぱり自信につながっていかないわけよ。僕はダメなんだって子供の時から思ってる深い深いもうネガティブのしこりみたいなのが脳のもう本当に奥のところに入ってるわけよ。だからうまくいっててもね、うまくいっててもうまくいってないんだって思っちゃうわけよ。で面白いの、うまくいってないなって思うとどういう行動を取ると思う？今度うまくいってない人の行動を取るわけよ。やっぱりダメだ、やめとこうって、チャンスが来てるのに、いや僕は無理だよって、ね、上司からなんか仕事のチャンスが来ましたと、ね、これやってみなよって、本当はすごいいいチャンスなんだけど、いや僕それ無理ですとか、ね、人の前で話せる機会があったんだけど、いや僕は誰にも、ね、好かれないからやめとくって、そういう行動を取るよね。でそういう行動を取るともっと今度現状が変わってくるわけよ、リアルな世界が。でそれをなんかリアルにしちゃうわけよね。で今度その現状を見てまた、あ、やっぱりダメなんだって思うわけよ。で今度またやっぱりダメだって思ってるから、そのやっぱりダメだっていう行動をとってその現状を見てまた一段下がっちゃうわけよ。でどうすればいいか、これを直す方法一つあるわけよね。でどういうことかっていうと、それは自分に愛を与えるの。自分に、いや僕は大丈夫なんだよって、俺は結構いいやつなんだよって、ですると自信がつくのね。で幸せに生きていくと外も変わってくるわけよ。で人もそれ気づいて、あ、なんかこの人いいじゃんってなって、なんか周りも良くなって、で今度現状も変わってくるわけよ。で自分が取る行動もね、例えば人の前の話す機会があったら、いや僕全然話せるよって、うん、
いいやつだよって本当に思ってたら、人の前で話して人もそれに感動して、このつい、ね、その人たちも助かるわけよ。でじゃあどうやって自分に愛を与えるのかっていうと、もしあなたの心が風船だったとしようよ。風船ね。で風船にはポンプがあるわけよ。自転車のポンプみたいなのあるじゃん、ね、そのポンプが風船につながってるわけよ。でフッ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 ってやると風船が大きくなっていくわけよ、ね、でこの風船、ハートの風船があるとして、なんかネガティブなことが起こるじゃん、ね、例えば上司からお前本当できないやつなとか、ね、子供の場合だったらお前塾行ってもお前本当に点数悪いな、どのぐらい俺お金払う、お前の塾に払ってると思うんだよ、俺月2万円払ってお前小3で87点かお前100点取れよ、本当にできない子供だなとか、お父さん実際に言うわけじゃん子供に。でどういうことかというと、自分の風船がね、愛で空気が入ってたんだけど、その矢みたいなのが入ってくるわけよ、プサって。でするとその風船に穴が開いて、シューッて愛が抜かれちゃうわけよね、愛がなくなっちゃうわけよ。でそうすると自分がサッとになるわけよ、 sad、 幸せじゃなくなるわけよ、ね、なので何をしないかっていけないと、二つやることがあるね。一つは毎日習慣にし作る、毎日自分で風船を入れること、風船に愛の空気を入れること。これはいろんなやり方があって、これから今一個すごい方法を紹介します。でもう一つは、この矢が飛んでくるときに、これは矢ではないっていうことを理解するわけよ。本当にメトリックスの映画あるじゃん、弾打ってくるじゃん、最後のニオのシーンになって弾が打ってきて、これデジタル化になっててさ、弾じゃねえって気づいてるわけじゃん、ね、でどういうことかというと、ね、人間は愛である、自分は愛である、相手は愛である、本当に愛の光の塊なんで美しいことになってる。でその人は愛を求めて、嫌なことを言っている人は本当は辛いんだよ、で幸せじゃないんだよ。で辛いからどうしても人間というのはネガティブなエネルギーをバッて動かす癖があるわけよ。だから本当はこのネガティブ、クソ野郎って言われてるのは、実は俺寂しいんだよっていうメッセージなんだよ、俺今辛いんだよっていうメッセージなんだよ。それを理解すると矢が解けるわけよ、もうメトリックスのデータみたいになるわけよ。でそのマインドトレーニングをしないといけないよね。 Alright、 なのでですね、これから自分が僕が実際にやって、もう本当に効果が出た、テクニックをお伝えします。で、このテクニックをどこで学んだかっていうと、これはね、大金持ちになれる人っていう本を書いたハーベッカーさん、本田健さんが通訳してます。でハーベッカーさんっていう人は世界でお金について教えてるんだけど、どういうことかっていうと、例えば具体的に説明すると、彼が言ってるのは、給料が入ってきました、ね、税金を払った後にですね、 10% を投資にする、未来の投資、このお金は触りません、例えばNISAね。で 10% は遊び用に使います。でもう一つの 10% は未来の旅行とか未来の車を買うためとかに使います。で 10% は自己投資、本に使ったりとか、セミナーに行ったりとか、オンラインのコースを買ったりとか、セミナー資格を取ったりとかに使います。で 5% は寄付すると。で 55% を生活に使うとか、そういうなんていうのかな、お金に対しての、お金っていうのはどこから来るのかっていうことを教えてる人で、すごいいい方法があるのね。で何を言うかっていうと、これをやってもらいたいんですよね。まずノートカードを2枚用意してください。でこれをね、後から名刺のサイズに切ります。でここに一つ書いてもらいたいんですよ、ペンで、自分の手でね。何を書くかっていうと、私はいい人なんだって書く。私はいい人なんだ、 OK。 でこれをですね、2つ書いて、1個は自分の財布に入れます。で1個は自分の洗面所の鏡の横とかに貼るのね。で何をするかっていうと、これを3回繰り返して、声を出して繰り返してほしいんです。私はいい人なんだ、私はいい人なんだ、私はいい人なんだ、
これをね、朝食事を食べる前か後、朝の食事、昼の食事で夜の時間、これを最低1週間やってみてください。できれば本当はね1ヶ月とかやってもらいたいんだけど、これをやってもらいたいんだよ。でこれをやるとどうなるかっていうと、自分がそれを覚え出し始めるのね。自分はいい人なんだって。だってあなたは素晴らしい人なんだよ。もう奇跡みたいなんだよ。本当にハートがよく、ね、でっかくて、で何もわざと悪いことはやったことない人なんだよ。わざとで人生の条件が辛かったから悪いことやっちゃったって思って、すごいギルティー、悪いことやっちゃったなって思ってるんだけど、実はそうでもないんだよ。全然大丈夫なんだよ。であなたはいい人なんだよ。でね、ビジョンプログラムをやっている生徒さんたちはね、ちょっとボーナスでもう一行入れてください。私はいい人なんだっていう次にもう一つ、それはね、私は誰かを幸せにして生活しているんだ。 Alright? 私は誰かを幸せにして生活しているんだっていうのを入れてください。でまだそのいう仕事をやってないんだったら、その生活するんだを、生活してるんだを生活するんだに変えてください。Alright? 私は誰かを幸せにして生活するんだ、ね、なので朝、私はいい人なんだ、私はいい人なんだ、私はいい人なんだって言います。でビジョンプログラムをやっている人たちはその次に、私は誰かを幸せにして生活するんだ。でもし本当にもうやってるんだったら、私は誰かを幸せにして生活しているんだ、ね、これを毎日朝昼夜にやるとものすごい変化が起きると思います。Alright, thank you so much. でぜひね、こういうビデオに興味あったら、チャンネル登録していただければ幸いです。で、なんか悩みがあったら、オフィシャル公式 LINE、@chris に送っていただければ、できるだけ答えます。すいません、本当にね、1日10件とか来る時もあって、必ず答えるするっていうのは、ちょっと、すごいちょっと難しくなっちゃったんだけど、できるだけ、こまめに答えてますので、よろしくお願いいたします。Alright, thank you so much. I love you guys and I'll see you probably next Friday. 来週の金曜日、よろしくお願いします。Alright, thank you. Bye bye.